ビルイコールルイコールロワは、フランス、イルドフランス地域圏、バルドマルヌ圏のコミューン。パリの南東約15キロメートルに位置する。東をセーヌ川、西をオルリー空港と接する。空港のある高台に位置し、セーヌ川に向かって市街は伸びていく。近接するビルサンジョルジュやオルリーとは違い、都市化された住宅地となっている。 1860年、ガリア時代の村跡と陶器の破片が発見された。その場所にあったメンヒルから人の定住が推測されている。12世紀、開拓者である聖職者たちが森に移り住み、ビラノバという村を作った。当時の村の所有者はサンビクトル修道院であった。大勢のロードたちが武道園で働き、彼らは1248年に、 西欧類により、区疫から解放された。最初のビルヌーブ領主は、フィリップに世によって、土地を与えられた、ジャンデとみられる。カルトジオ会に分割された時代を経て、1596年に領地を購入したのが、マチューマルセルであった。17世紀、ギオーム・デューフェアによって、城が築かれた。1683年に、新たな領主となった大倉京。 クロード・ルペレティエの時代に城が完成、ルペレティエ城と呼ばれた。ビルヌーブの所領を購入した。ルイ15世は、ショ和ジーイコールルイコールロワまでの平原を、資領地とした。ルイ16世も、革命までこの地で狩りをしていた。不仏戦争の際、プロイ戦軍によって占領された。19世紀終わり、パリ住民を引きつける、都市化計画が示された。例えば、 1898年以降、フェザンドリー公園の102エーカーが分譲された。第一次世界大戦後、農地が建設用地に転用された。この時代から都市人口が急激に増加し、ビルヌーブの領域は次第にオルリー空港の拡張と建設で侵食されていった。農地の消滅は穀物栽培やワイン生産の終焉を意味した。数多くの工場が立ち、 ウルターニュ出身者が多くを占める労働者が増えた。エル・アス・カーズ・ア・ビラ・ヌーブル・ロア、ハット・レギー・ニ・デバス・アンテ・アイ・ア・ビラ・ヌーブル・ロア。ありがとうございます。